第3回トップ32優勝の平野美宇パリオリンピック代表選考ポイントは1位の早田選手がかなり突出したポイントになっておりますけど、はい、2>, 2位以降はまだ予断を許さないというような状況でございますけれどもいかかがですかこの辺りそうですねかなり 2>,、はい、あの2位以下は接戦になってるなと思うんですけども、はい、まあ今年からこのパリオリンピックポイントが多分、うん あの昨年のよりは倍にポイントが増えるので、うん、なのでもう戦っていくうちにかなり人数は絞られてくるなっていう印象はありますね。はい、まあその中にしっかり入れるようにしっかりと戦っていかなければいけないなとは思ってます、うんうん、そして今後の代表選考レースの流れこのようになっています。 はいえー、全日本から始まりトップ32が挟まって、まあ、T リーグも含まれてくるというような形でございますけれどもいっぱいしただけでガラッとまた順位が変わってしまったり、はい、でその順位が変わることで出られなくなる試合も出てくるわけですよね。うん